はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、スーパーファミコンのね、ロックマン X をねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いいパスワードね、前回の続きからやっていきたいと思いますね。よし、4222 6 2 6 2 4 6 2 7 1 4。はい、はい、じゃあこちら続きですね。はい、そうですね、次はですね、ここを倒したんで、次ここですね。はい、スティングカメリオのステージですね。はい、久しぶりですね。これあれですよね、森のステージね。画面が暗いですね。ちょっとすいませんね、テレビ変えたんですよね。ちょっと画面暗めなんですよ。いつも使ってたテレビちょっとね調子悪くなったんでね、テレビ変えましてね。まあ新しいテレビを買ったわけじゃないんですけどね。怖いなこれ。もうキツツキや。おお、メットールがいた。おお、隠れてるな、メットールは。こんなもないよ。こんなもない。うちアップがある。まあ、このテレビはね、前から持ってたテレビで、2台僕ね、あのアナログテレビ持ってたんで、このね、1台目のテレビなんですけどね、ちょっと明暗っていうかね、明暗設定がね、できないものでしてね、ちょっと暗めなんですよね。だからどうしようもないんですよ。そうだ、リモコンがなくなっちゃったんでね、明暗設定ね、できなくなっちゃった、このアナログテレビでね、ちょっと暗い状態になっちゃうんですけどね。このテレビに変えましてね。こっちのテレビはこっちのテレビでね、暗めなんでちょっとね、それが欠点なんですよね。まあね、今まで使ってたテレビはちょっとね、調子悪くなっちゃったからね、どうしようもないんですよ。もうしょうがないんでね、こっちに変えましたね。はい。もうボスか、早いな。そんな難しい面じゃなかったよな、これな。もともとイメージとしてはそんな難しいイメージなかったけどね、この面は。カメレオンですよね、スティングカメリーよね。これですね、弱点ね。これで倒せるんですよね。この繰り返していけるんだね。おっとっと。うわー、画面暗いなー。よし、倒した。やっぱりね、このテレビ画面暗いからな、それが欠点ですね。
X が黒く見えるもんな。どうしようもないわ。それだけはどうしようもない。あ、この武器ですね。はい、あと2体ですね、ボスね。次ここです。ストームイーグリード。あ、この曲ね、神曲ですね。うわ、久しぶり。このちょっとヒーローっぽい曲ね。これこっから行くんでしょうか。ちょっと下やったな。もうちょっと上やったね。もうちょっと上の方か。頂上付近かな。この辺か。この辺やね。よし。ライフアップが取れるんですよね。はい。強力ですね。おっとっと、こいつね、捕まえてきよるんですよ。エアポート戦一。この下は何もなかったよね。この面好きなんですよね。この面結構好きなんですよ。音楽もいいしね、面も面白いしね。この中やったかなんかあったな。あれ、ここじゃないか。壊せるんやったよな。どれやったかな。ああ、そうか、炎のやつがないとあかんのかな多分、それであれ壊してアイテムが取れるんですよ確かね。この下なんかあったかな。ないか。ああ、ここもね、炎のやつがないと無理なんですよね、あれね。アイテムがないとね。この辺何もないと思うな。これで終わりじゃなかったかな、この面は。あ、まだあるか。ですね、ストームイーグリードのね。ここボス戦ですね。出たー、ストームイーグリード。さあ、こいつはね、これが弱点ですね。耐えたりしてくるんですよね、これね。あ、一回だけか。
これね、ゲームボーイ版の方が強いんですよね、こいつね。スーパーファミコン版そんな強くないんですよ。はい、終わった。はい、次。次はバーニンナウナマンダーね。はい。あと1匹ですね。はい。こいつだけですね。アイテムがあればね、あの炎にの海になる、なるんじゃなかったっけ。でそれを使ってなんかなかったかな。あ、そうか、これ今だったら取れるんや、はい、何もしなくても取れるんや、うん、この上なんかあったっけな。あれ？これ進んでまうな、普通にな。この先なんかあったと思うんやけどな。この、お、ジャクや。なんかなかったか。なんかなかったけど。あ、ジャクか。これが効くんですよね。これがね。
揃ったよね。全部倒しましたね。X、ついにシグマのアジトを見つけたぜ。とてつもなく大きな要塞だ。一筋縄ではいかないだろうが、俺たちのパワーで一気に決着をつけてやろうぜ。ってこうなるんですよね。ただね、もう、ね、あとはね、サブタンクとかね、アームパーツとかね、そのパーツ、うん、パーツを集めて、あとライフアップを集めたりして、で、あとまあシグマのステージに挑むっていう形になりますけどね。もう僕すでに僕ね、シグマステージはね、もうすでに実況プレイでね、もうプレイしてますんでね、で、公開してますんでね、すでにね、もう YouTube の動画でね。だから、最終ステージのね、シグマステージはやらないですけど、今回はね。はい。じゃあちょっとね、サブタンクとか集めてみますかね。はい。じゃあまずこっから、アイテム集めをちょっとしてみましょう。ライフアップとね、サブタンクとパーツがまだね、ちょっとまあ不完全というか、まだ全部集まってない状態ですからね。確かパーツなんてまだあれじゃなかったっけ？ん？あれこれ、見れないのか？あ、そうか。パーツはまだあれですよね。フットパーツしか持ってないですもんね。もうこれ。ちょっととりあえず目的地までちょっとさっさと行きますわ。さすがにね、ちょっとね、今ゆっくり戦ってる場合じゃない。いやー、この面もね、一番最初にやりましたね。一番最初にプレイしたステージですね、これ。ここでフットパーツが取れたんですよね。やばい、やばい、危ねえ。くそ。死んだらシャレにならんからな、こんなしょうもないところで。この先にあったと思うんですよね。で、ここ、確かにこのファイヤーあればね、壊せるんですよ。これなんもないな。この上にね、この上にあるんですよね、アイテムが。こっから行くんですよ、こっから。ダッシュしてね。で、ここかな。ここにね、ライフアップあるんですよね。で、これでダッシュと。はい、次は、ここ。ここもね、どこやったかな、ちょっと場所忘れたけどね、下の方にあったような気がするな。あ、もうサブタンクがあるんですよね、確か。硬いな、こいつ。あれ？ちょっと待ってよ。どこや？あれ？この下か。あれ？これ、最初に戻るな、これ。スタート地点やんかな。ここじゃなかったっけ？確か。あ、これ、これ。取るんやろな、これか。あー、取れない、そうか。あ、怖い怖い。 OK、 これで OK。 次じゃあここ、ここになんかね、確かサブタンクここにあったと思うんですよね。さっき一旦ステージですけどね。いや、僕ね、サブタンクとかね、そのパーツとかっていうの集めるのがさ、
あれですよね、なんていうのか。そんなに正確には覚えてないですけど、全部はね。はい。なんかこの辺にあったかなっていうのは、なんとなく覚えてる。なんとなくは覚えてるんですよね。はい。めんどいなこれ。なんかで倒すか。これでいいやん。めんどくさいんでね。もうそのあれチャージショット使うのがね、正直めんどくさいんですよ。これだったと思うんですよね。え、違う？あ、そうや、そうや、やっぱりそうやね。1アップか。あぶね。ところどこにあるんですよ、こういうのがね。ここかな。この下にもあるんですよね。ここ。ここや、あ、ここや、ここ。ここではヘルメットをパワーアップさせるパーツを与えよう。ヘッドアタックで特別な天井を壊して進んでいくことができるじゃろう。これね。そうそう、こんな感じでね。これでもあれですね、足と頭だけかぶったらなんかかっこ悪いですね、なんかね。ちょっと違和感ありますね、これ。まあいいや。エスケープ。で、次は、ここね。紙とこですね。おっと、危ねえ。危ねえ。危ねえ。これね、1はね、X1 はバランス良かったですよね、ゲーム的にもね、うん、バランスのいい作品でしたよね。難易度もちょうどいいしね、うん、難しすぎず簡単すぎずでね。これもう一回やり直し。ここのね、確かね、ライフアップは取ってるんですよね。だからあとね、何やったっけな、ここはサブタンクやったっけな、サブタンクだったような気がするんですけど、
さいな、こいつら相手するの。ここのね、向こうだったと思うんですよね。だからこれをね、倒してからで向こう行く感じですよね。ここで待つんですよね。で、これでこっち行くんですよ。これですね。これで OK ですね。サブタンク2つになりましたね。はい。ここ取った、ここ取った、ここ取ったやろ、ここ取ったやろ。あと4ステージやな。じゃあ次、ここ行きましょうか。これサブタンクは取ったと思う。サブタンクちゃうわ。ここは確かね、ライフアップは取ったんですよね。ここね、どこだったかな、もう覚えてないねんな。この隠れた部屋みたいなのがね、ちょっとどこか覚えてないかな。上とかない。こいつら下何もないもんね。あ、これ中ボスいるな。もうね、これジャンプしたら大丈夫なんでしょうかね。吸い込まれるんですか。どこやったっけなぁ。上とか怪しいけどな。あ、この上か、もしかして。あ、ある、サブタンクあるやん。こういうことか。どうやって行くのこれ。あれ、どうやって行くのこれ。こっちから行くんかな。あ、違うなぁ。違うわ、今サブタンクに見えたけど違うなぁ。なんもないわ、ここ。あ、これで登るけど、あれ、いやーこれね、何もない、何もないな。これはね、関係ないんですよね。これはもう取ったからね。これ違うと思うんですよね、これはね。ここも出るね。これ、これも関係ないな。もうさっきのとこしかないな、相手としたらやっぱり。もう一回、ああ、もう戻れないや、これ。硬いなこいつ。これでもこれ倒してもゴールじゃなかったっけ。あ、もうゴールやなこれ。
またエスケープやな、これ。いや、こんなね、パーツ集めにこんな時間かけたくないんですけどね。パーツっていうか、アイテム集めにね。あんな、全然覚えてないっていうか、もう忘れてるよね、結構な。面によっては忘れてるんですよね。アイテムがある場所ね。どうするんやったかな。ここで、これちょっともしね、なかったら、ちょっと諦めて、また別の面行きましょう。わからなかったらわからなかったでしょうがないわ。サブタンク2つ、1つは溜まったね。と思うねんけどな、ライフアップやったと思うんだけど、この上とか何かあったっけ。ないよな、ないよな。乗れるからね、一応これ別にね。ここに乗って、この上は何かあったっけ。あ、ないな。これ撮ってるもんね。ちょっとわかんない、ここ。いいや、もう。わかんないわ。あとなんかある、撮ってないのがあるはずなんですけど、わからない。うん、わかんない。今度はここ行ってみ、あ、ここやね。なんかね、分かりづらいですよね。
どこになんかアイテムがあるか、わかんないですよね。上、この上か。この上。行ってない気がする。やっぱそうや。あ、そうや、これね。これ確か倒すんですよね。中ボスで。こいつ倒すと、なんかあると思うんですよ。硬いなこいつ。硬いなぁ。ど硬いなこいつ。まだか。やっと倒した。硬いなこいつ。ですね、ここではボディをパワーアップさせるパーツは与えよう。受けたダメージを半減してくれることじゃろう。でこれであとアームパーツだけですね、うん、あれ出ない、出れない、あ出れた。あとアームパーツ取れば終わり。あ、この下もある？ないな。あ、ないわ。紛らわしいな。あ、いけるやん。やっぱここも隠れてたやん。こっちないやん。なんやこれ。あ。あったあった。よかった。オッケー。ここここね、まああれですよね、ブーメルクワンガーのステージね。あ、1アップ、そう。あー何してんねん。もう待って敵復活するやん。あ、復活しないな。よし、この1アップ出たのね、さっきの。もったいないことしたな。いやー、画面暗いなー。このテレビやなー。ないんですよね。どうしようもないんですよ。明暗設定できないんで、リモコンなくしちゃったから。ちょっとそれはね、ご了承いただきたいなと思いますね。明暗設定できないんでね。最初に暗いままでね、なった状態で、リモコンなくしちゃったからね、どうしようもないんですよ。さっきやったと思うねんな、アイテムがあるところが。おっと、あーしまった。くそ、もう臭いんですよこれね。
はね、これですよね。で、ここをね、何やったかな、これな。ここ、サブタンクがなんかあると思うんですけどね。どこなんやろうな、ここ。この上行ったらもう、確か、もうゴールですよね。ゴールっていうか、ボスですよね。確か。あ、そう、めんどくさいな、こいつら。あーもう。めんどくさいな、こいつらも。あー、やっぱボスやな。あれ、ここどこ、何やったっけな。ちょっと待てよ。この敵ちょっと待って、ここはここなんかないの。もうないか、来ちゃうな。あー、くそ。ちょっとこの上ないの。ないな、行けないもんな。じゃないな、この辺じゃないな、この上もないな。行けないもんな、上にね。この下の壁とかもないしな。あるとこはないぞ。この下か？この下落ちるんか？あ、落ちれないやんな。わからんな。アイテムの場所がわからない。まあでも全然この装備でもね、全然クリアできるレベルですけどね。アームパーツは弾打ちが強くなるんですよね。この上、この上もないしな。この下か。あ、そこの下行けないな。死んでまうよな。あ、こっちになんか、こう飛び込めないか。この向こう側に。なんかないか。なんかありそうな気がするな、その辺のなんか感じ、うん。この向こう側行けないか。もうそれしかないよな。あるとしたら、こっちしかない。こっちに飛び込んだらなんかあるとか。それしかないもんな、残ってるの。いけないもんな、でもこれ。いけないな。いけないな。いけないなぁ。こっちもいけないよな。これいけないもんな。この上か。ここの上乗れないしなぁ。いや、この辺わからん。わかんないよ。諦めよう。じゃあ今度ここ。あるんですよね。
これ使ってなんかやるんじゃなかったかな。なんかそんなんだったと思いますよ。下の残ってるね、なんかね、なんかするんですよね。そうすればね、下炎にしてなんかやるんじゃなかったかな。なんかそんなんだった気がするんですけど、それでなんか道が開いてなんか新たなとこに行けるみたいな、じゃなかったかな。違ったっけな。全く覚えてない。アームパーツここかな、多分ここっぽいけどな。なんかしてね、やるのがあったんやけど、そういうのがなかったっけな。炎ってこれしかないしね。違うな。絶対エスケープ。こことここがわからないんですよ、謎がね。それともこの辺でまだ撮ってないのがあったかな。ここはでももうないと思うんですよね。ここはないな。ここはちょっと分かんなかったって感じやったよな。ここはもう撮ったと思うしな。ここはフットパーツでしょ。でここ取ってなかったっけな。ここはまた、ここはサブタンクでしょ。これ確かサブタンクでしょ。ここか、あ、ここサブタンクやな。でここがさっきあれやったね、頭ちゃうわ、ヘッドパーツでね、なんか、あ、ボディーパーツ取ったな、ここね。うん。ボディーパーツやったね、これね。こことここですよね。わかんないのね。おかしいなぁ。こんな、こっちないもんな。なんかあったと思うんですよ、そういうのがね。
あ、この上や。どうやって行くんやろ、これ。どうやって行くんや、これ。こういうことか。あ、これや。やっとわかった。こういうことや。あー、くそ、乗れなかった。あー、これ失敗ちゃうの。無理やんな、もう。これ、引っ張って消せるんかな。あ、消せない。エスケープや、これ。わかりづらいわ。あー、しまった。まだ届かへんのちゃうこれ。あー、もうダメやこれ。予定なかったんですよ。こんな1時間近くね、やるつもりなかったんですよね。まさかパーツ集めにこんな時間かかるとは思わなかった。覚えてないからやな。うん、いや、パーツ集めしてもしょうがないんですよね。ラストステージやらないんですから。もうやっちゃったからね、ラストステージ。最強データで。あー、もうしまった。これ難しいな、思ったより。アームパーツやからね、難しいんですよ。最強の民の手が使えるんだね。しまった。くそ。あかん、これもうダメちゃうのこれ。あー、もうダメや。いやー、これはちょっとめんどくさい、これ。すぎるこれ。なんかな、方法ないもんな、こっからしか。あー、あかん、もうダメや。落ちたらダメなんですよね、もう。あ、届きそうかな。もう無理やな、こっからか。あ、いけるいける。あー、くそ。あ、そう。超ギリギリやん、これ。この辺ぐらいからか。あかん、無理やな。ギリギリすると無理か。この辺か。あかん、無理やん、もう。正直ね。パーツっていうかね、アンパーツね、取ってももう最強のデータでね、持ってるから、もう最強のデータ持ってるっていうか、昔も何回もクリアしてるしね、
最近のデータでね、もうすでに実況プレイもしてるからね、意味ないんですけどね、これ撮ってもね。ただどうやって撮るのかちょっとね、撮るシーンをね、最初に見たいっていうのもあるんですけどね、それでやってるのもあるんですよ。よし、マイケ、よしよし、やっていけた。やっていけた。ここでは X バスターとをパワーアップさせるパーツを授けよう。あらゆるショットをチャージさせることで、より強力な攻撃が繰り出せるじゃろう。これで最強ですよね。これもチャージショットね、これが撃てるんですよね。はい、これであとね、サブタンク一つがわからないんですよね。ここだと思うんですよね。もう一回行ってみるか。これで分かんなかったら諦めよう。多分この面だと思うんですよ、撮ってないのは。おお、やっぱ強力やな。あー、しまった。どうしてんねん。なんかね、ここ怪しいな。違うかな、関係ないかな。なんか違う気もするなぁ。あんなとこじゃなかった気がするなぁ。この上とかも行けないもんなぁ。この上行けないもんね。行けないよなぁ。関係ないよなぁ。いいや、これ、そのまま行ったれ。めんどくさいからいいや、そのまま行ったれ。こういうと強くなってるから。どっか何かあるとか横とかにないよな。どう見てもない。あ、しまった。俺何死んでんね。あ、もういいや、めんどくさいもこいつ。サブタンクね、3つなくてもクリアできますけどね。2つで十分ですけどね。まあな、ね、6機ある、3機が。下降りれないんかな。これ針折ったら死ぬもんね、これね。この下じゃないよな。こっちもちゃうよな、こっちもな。向こう行けないもんね。下落ちたよ。死ぬよな。死ぬよな。ないもんな、ないもんな。行き止まりになるもんな。こっちも行けないです。あー、くそ、落ちてもうた。もう1時間になるぞ。いやー、攻略サイトでも見りゃよかったな。攻略本持ってないからね、攻略サイト見るしかないんですけど。
X1 だけ攻略本持ってないんですよね。あと他の作品、6万X の作品攻略本持ってますけど、こっちじゃないよな。どこやろうな。この上行けないもんね。ここの上ね。これこの上のアイテム取ったもんね。これサブあれはライフアップ取ったしな。どこやろうね。これもちょっとめんどくさいか。これで無敵になれるんですよね。これしばらくの間ね、一定時間無敵なんですよ。わかんない、ここわかんないわ。わかんない。ないわ。とりあえずじゃあこれで終わりにしましょう。はい、これでね、一応まあ6万 X は一切終わりになりますね。はい、あの一応ね、この後のねシグマステージなんですけどね、もうすでにね、シグマステージ攻略のね、動画はね、アップしてますんでね。はい、またねやることもないのでね、はい、これで完結ということでね、6万 X は終わらせてねいただきたいと思います。はい、この続きのね、ラストステージを見たい方はね、すでにアップロードしているね、6万 X のラストステージ挑戦というものをね、見ていただければね、ちょうど続きみたいな感じで見れると思いますのでね。はい。まあ、これで、今回でね、6万 X1 の方は一切終わりになります。はい。完結ということで、はい。これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube のチャンネル登録お願いいたします。